アンネラビです。このメンバーでカレッジフラに出場できることをとても嬉しく思います。今回舞台に立たせていただくにあたってたくさんの方々にご尽力いただきました。今日はその方々への感謝の気持ちを込めて踊ります。5人の気持ちを一つに皆様に素敵なフラをお届けいたします。頑張ります。のもとこのステージに立てることとても感謝しています。今回私たちはフラを復活させてくださったカラカオを称えるメレを踊ります。学年の壁を越え日々練習に励んでまいりました。私たちもフラを通して出会えた全ての人に感謝の気持ちが伝わるよう心を込めて踊ります。マハロー、アロハー。共立女子大学カリコプアレフアです。今回私たちは大切な人をレフアに例え、さまざまな愛の形を表現します。活動を支えてくださっているすべての人への愛の気持ちを強く美しいレフアの花に重ねて踊ります。よろしくお願いします。アロハ。立教大学ナーパーです。今年もカレッジフラコンペティションに出場することができ、とても嬉しく思います。今回私たちが踊るのは、愛する人や故郷との別れ、そして愛する人への愛を歌った曲です。私たちが愛するこのナープアという場所、そして私たちを支えてくださった全ての人々への感謝と愛情を感情豊かな札で踊ります。よろしくお願いします。こんにちは、明治学院大学ろ過碑です。今回私たちはカウアイ島の雄大な自然とその穏やかさについて歌った曲を踊ります。見てくださる皆さんがカウアイ島を旅しているような気分になっていただけると嬉しいです。アローハー。上智大学フラサークルハウオリです。私たちは今回マナーの豊かな自然を歌った曲を踊ります。トワヒネの雨に打たれつつも強く美しく佇むマナーの自然を全身を使って表現します。今までお世話になった方々への感謝の気持ちを込めて踊ります。私たちの踊りをぜひお楽しみください。マハロー。アローハ。関西学院大学福井です。今回私たちは1930年代の豪華客船マトソニアについて歌った曲を踊ります。これより皆様を楽しい船旅へお連れします。よろしくお願いします。皆さん、アローハー。群馬県立女子大学ロケラニです。私たちは感謝の気持ちと謙虚な心を大切に日々フラに向き合っています。今年もカレッジフラコンペティションに参加することができとても嬉しく思います。13人全員でマウナケアの自然の美しさを表現します。マハロー。アローハ。青山学院大学ウルベヒです。今回私たちは作者が友人の温かいおもてなしに感謝を込めて送ったメレを踊ります。作者の思いに私たちの大切な人への感謝の気持ちを重ね合わせ表現します。曲に描かれる美しい自然や素敵な香り、飛び交う鳥たちの表現にもぜひ注目してご覧ください。私たちの渾身のステージをお楽しみください。